田村一志、1977年3月28日帯は、神奈川県厚木市出身の元プロ野球選手、野球解説者、宇藤右内、日本人選手として、国際大会優勝、両リーグで、日本シリーズ優勝、両リーグで、リーグ優勝、2軍優勝、1軍選手、2軍選手、育成選手と経験した、唯一の選手である。 厚木市立子あゆ中学校出身。中学時代は厚木リトルシニアでプレーした。横浜高校では斉藤義士、木田翔一とクリーンアップを組み、1994年に3年生の春夏連続で甲子園に出場した。高校通算14本塁打。1994年のドラフト4位で横浜ベイスターズに入団。背番号は52。1995年。 1996年は1、軍出場がなく、1996年オフの教育リーグで本類打打点の記録を樹立した。1997年4月4日、開幕戦の対中日ドラゴンズ戦で公式戦初、出場した。この試合は、名古屋ドーム初の公式戦で、7回表に開幕投手の森田幸樹の代打として登場し、プロ初打席は山本正から、 ガイアフライに終わった。4月8日、対阪神タイガース戦で、田村勤からプロ入り初安打を記録した。2000年は、背番号を55に変更して一軍へ復帰し、ガイアレギュラーの春年をの故障などもあり、主に代打、途中出場で一軍に定着した。84試合に出場し、打率、257、7本塁打の成績を残した。 2001年は33試合の出場、打率。163、1本塁打に終わった。2002年は81試合に出場し、打率。235だったが5本塁打を記録した。2003年は91試合に出場し、規定打席に届かなかったが、打率。293、18本塁打を記録したほか、14、盗塁を記録した。2004年は、 背番号を6に変更し、開幕戦でプロ入り初の先発出場した。それからは、レギュラーとして定着し、8月15日に、日本人打者として、球団で、田代富雄以来23年ぶりとなる30本塁打を記録した。10月6日に、太陽、外国人も含めて、横浜在籍の打者として、球団史上初の40本塁打を達成した。123試合に出場して、 規定打席に初めて到達し、3割40本、100打点も球団史上初の記録を残し大きな飛躍を遂げた。投類は10投類を記録し、2年連続の2桁投類を記録した。ただし細かな故障癖は相変わらずで、出場時は主に5番センター田村、6番ライトに、近張を出会ったが、田村が欠場時した際には、小木が5番ライトに入り、近張が、 センターに回ることがあった。2005年4月5日の第読売ジャイアンツ戦にて、ダンミセリからプロ初となるサヨナラ的自打を放つ。この年からセッパ交流戦が始まり、通算12本塁打で、他3人と共に、初代本塁打王となる、6月18日の試合終了時点で打率、344、21本塁打で、暫定的に2冠王に立っていたが、 6月22日から腰痛のために2軍で調整。さらに6月29日には、自らが運転する車での事故によって、残りの前半戦を欠場した。一時入院するほどの大怪我を負ったがそれでも7月29日の対広島東洋カープ戦から復帰し、9月17日の対巨人戦で8回に通算105本塁打を達成し、 チーム日本人初となる2年連続の3割30本を達成した。出場試合数は前年を下回る117試合で、交通事故による離脱が響き契約公開では現状維持となった。2006年は開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では全試合に出場し、攻守や特大本塁打など活躍。 三本塁打、九打点は、チーム本塁打王、打点王だった。シーズンでは4月4日に横浜スタジアムで催された、対中日ドラゴンズ戦で9回裏に、岩瀬一則から同点にランを放つなどチームの主軸として牽引していたが、6月7日に、フルキャストスタジアム宮城で催された対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、本塁クロスプレイの際に、 保守の膝が脇腹を襲いばら骨を4本折る重傷を負い長期離脱してシーズンの大半を欠場し39試合の出場に止まった2006年12月5日に寺原隼人と1対1の交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへ移籍することが発表された背番号は横浜時代と同じ62007年は開幕戦に3番で出場してに 本塁打を放つなど3アンダーも打賞を記録した。シーズン中に4度の肉離れをしつつも、自己最多の132試合に出場し、打率271、13本塁打、68打点で2年ぶりに規定打席に到達した。北京オリンピック野球日本代表候補に、背番号1番で選出されたが治療のため、直前にメンバーから外れた。 2008年も開幕から順調に出続けていたが、4月25日の、対千葉ロッテマリーンズ戦で3回表の守備中に、大塚明の左中間への打球を追って、左翼手の長谷川勲成と交錯し、右足飛骨を骨折、前半戦を棒に振った。9月上旬から復帰し、2試合連続で猛打賞を記録している。長期離脱が響き39試合の出場に終わった。 2009年に登録名を田村一氏に変更。故障に悩まされながらも93試合で打率。282、17本塁打、57打点の成績を収め、海外移籍も可能となる FA 権を取得したが、権利を行使せず残留する。2010年5月8日の対埼玉西武ライオンズ戦で、6回にプロ通算1 5 5本塁打を記録。 5月26日から国母勇気に変わり、ソフトバンクの4番として出場を続ける。交流戦で史上最高打率の415で首位打者を獲得した。7月23日にファン投票により16年目にして初めてオールスターに出場し、福岡ヤフージャパンドームで開催された第一戦で4番で出場した。 8月24日の対オリックスバファローズ戦で1回裏に、近藤和樹から6年ぶりの満塁本塁打を打った、自己最多の140試合に出場し、打率324、27本塁打、166安打、出塁率374を記録し、2003年以来7年ぶりのリーグ優勝に貢献した、100試合以上出場したシーズンで、 初めて三振数が3桁を切った。外野手では最高得票でベストナインを獲得。11月15日にメジャーリーグ移籍も視野に入れて FA 権を行使したがソフトバンクの会長の王貞春の一言により11月24日に残留を表明し2011年1月28日に単年契約を結んだソフトバンク時代2011年4月23日の対ロッテ戦で 日本プロ野球通算1000試合出場を達成。10月2日の大西部戦で3回表に石井和久から右前的自打を放ち、日本プロ野球通算1000安打を達成。同シーズンはまたしても故障に悩まされ、100試合の出場で打率。241、4本塁打に終わった。しかし、初めての出場となった中日ドラゴンズとの日本シリーズに、 骨折をしながらも強行出場し、第3戦でチーム初本塁打となる2点本塁打を放ちチームに勢いを与え、第5戦で2打点を挙げ、日本一となる。表彰式で MVP は田村だろうと、相手チームの中日勢から賞賛されるほど活躍した。2012年はさらに出場機会を減らし、79試合で前年とほとんど変わらない成績だった。 2012年11月5日に、吉村勇樹、江尻慎太郎、山本翔吾との交換トレードで、神、内安吉川照明と共に横浜 DNA ベイスターズへ移籍して7年ぶりの古巣へ復帰した。背番号は、横浜時代のプロ入り当初と同じ52となった。2013年4月11日に、対披露しません。ホームゲームの6回に今季第1号となる。 代打本塁打を放つ。5月10日に、対巨人戦ホームゲームで、3対10と7点差をつけられた7回裏に、代打で2ラン本塁打を放ち、その後1点差まで追い上げ、9対10で迎えた9回1死12塁から西村、健太郎から、プロ入り初のサヨナラ3ラン本塁打を放った。同試合で、代打本塁打とサヨナラ本塁打を記録したのは、日本プロ野球史上5度目で、 巨人が7点差を逆転されたのは、球団体記録となった。後に、DNA の諦めない野球の代名詞のきっかけになった伝説の試合と評されている。この年は96試合に出場し、3年ぶりの2桁本塁打をマークするなど随所で活躍し、チーム6年ぶり再開脱出に貢献した。2014年に、筒がかさとと、梶谷隆行が外野に、 コンバートされて、この二人が、スタメンで、ほぼ固定され、残りの外野一枠を、荒波、翔や金城達彦などと日替わりオーダーで出場するか、右の代打要因となり、前年より少ない73試合の出場に終わった。2015年は、チーム若返りのために一軍公式戦4試合に、出場しただけで、本塁打を放てず本塁打記録は16年で止まり、5月3日に、 出場選手登録を抹消される。抹消後は若手選手の育成を重視するチーム事情からイースタンリーグ公式戦への出場機会が1試合に月2打席に限られた。実際はこの条件の下で故障に見舞われることなく打率319、7本塁打を記録したが一軍への復帰を果たせないまま10月3日に球団から戦力外通告を受けた。 12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。2015年11月10日に草薙球場で開催された12球団合同トライアウトに参加しなかったが、2015年12月末に横浜時代のチームメイトの谷繁元信が一、軍監督を務める中日ドラゴンズの関係者が田村に接触。横浜時代の2001年秋季キャンプで、 臨時コーチとして指導を受けた落合博光ゼネラルマネジャーとの面談でその場で入団が決定した。2016年1月15日に育成選手として中日へ入団することが正式に発表された。背番号は215、球団は2016年の早い段階で田村の支配下登録を検討していた。田村は支配下登録期限直前の時点で二千十七年も 現役生活を続けることを表明し、球団も育成選手契約の更新を検討していることが報じられた。しかし、2016年10月1日に戦力外通告を受け現役引退を表明し、10月31日に自由契約が公示された。2017年からは野球解説者として、テレビ神奈川、J スポーツ、TBS チャンネル、 ダズオンなどの多くの中継に出演している。田村の打撃フォーム強く柔軟なリストを生かした、スイングから広角に長打を打ち分ける打撃を持ち味とし、ボールを手元まで引きつけて、右方向に長打を放つ技術に加え、ソフトバンク移籍後2010年までの通算得点圏、打率。322と状況に関わらず自分の打撃ができる、柔軟さも兼ね備える。 球界屈指の身体能力の高さを誇り、優れた打球判断を生かした広い守備範囲にも定評があり、2010年にリーグの右翼手中2位のザー2.3を残した。一塁到達まで4秒を切る瞬速も兼ね備え、レギュラーに定着した2003年、2004年と2年連続で2桁、盗塁を記録した。東京スポーツが報じたところによると、第1回 WBC での活躍によって、 キューバでの田村の知名度や人気は高く、フレデリクセペガ田村がソフトバンク時代に使っていたバットを使用しており、グリップにも H6 と刻まれている。横浜ソフトバンク時代は当時の背番号の6に合わせて5ツールプレイヤーにファッションを加えた6ツールプレイヤーを自称していた。自身が使う用具にも6ツールズと刻印し、公式サイト名にも使用していた。また、 2009年からはファッションをメンタリティに変更していた初記録説明の記録本類打に関する記録その他の記録日本代表をその他ありがとうございます。